こんにちは島田です営業トーク作成テクニック編の3です。これはですね、ちょっと特殊かなと思うんですけど、えー、希少性っていうものを活用してですね、やったテクニックになるのかなと。まあ、今思えばっていうやつなんですけどね。これもむちゃくちゃ売れました。えー、ただ、 演じきれるかかどううでしょうね <laughs> 演じ切れちゃえば「わあやべえ売れちゃうんだ」っていうね結構感動的な、えー、シナリオになるんですけども、あのー、希少性を思いっきり、えー、前面に出して話をすることによって同じ話してても決まらないものが 決まってしまうというね、ちょっとやばいやつなんですけどね、えー。実際私ね、1、2ヶ月しか使わなかったです。なんかね、自分の中で、あ、ちょっとこれ、俺、つらいなって思うようになって、途中でやめちゃったんですけどね、正直な話ね。えー、どんな話かって言いますと、あのー、ちょうどもう40年近く前ですね、ファックスを提案して、 売ってた時期に今とリース料一緒なんですよ一緒で交換できるのにやらないお客さんが結構いたんですねそれは意味が分かんないですよ今と同じリース料で新しいのになったらそっちがいいでしょうと個人的には思うんですけどなぜかお客さんはまだいいよいいよって言うのでどうしようってこう考えてたわけですね それで思いついちゃったのが当たりましたっていうやつなんですけどか <laughs> かんんなないいでしょ分かんないですよね <laughs> これはですねもう演技しまくるわけですけど えー、まず電話します。自分のお客さんでね、今と同じ料金で買えられるお客さんに電話してって、社長、やばいっすよ、今回、みたいな話をしてねえ、どうした、どうした、みたいな感じでね、いや、実は当たるかもしれないんですけど、社長、うん、いいっすかみたいなね、<laughs> よくやったな、俺、こんなの。それで、いや、実は今回、 えー、あるメーカーさんからすごくいいファックスが出たんですねと。で、社長のところでお使いのファックス、何々ご利用でしたよねと。それと同じ料金で当たるかもしんないんですけど、社長、うん、いいっすか <laughs> <laughs> って重ねるわけですね。それでもし、あのー、これ、 くじ引きにになっっててるるんんでで、えー、今回100台に限ってるんですよねそれでまあご存知のようにうちの会社でかいんでもうみんながぶわっと今動いてるんでまあ1日ですね、えー、抽選やって当たった方、まあ、10社だけに対して出してって10日間で今回終わりということでやらさせてもらってるんですけど、まあ、もしよければですねその抽選だけあの参加しますって言って電話するわけですよ。 こうするとね、面白いっすよね。同じこと言ってんですよ。今と同じ料金で買えられるって全く一緒の話してんですよ。それで客先行って、カタログ出して、いや、この機械すごくいいんすよね。こんな機能ついてて、こんな機能ついてて。やばいっすよね。社長当たりますかねみたいな話をして、いや、当たるといいな、とかって言うわけですよ。 <laughs> それでリース契約書書いて、じゃあ、ここ今と同じ郵金入れますねって入れて、それで何やるかっていうと、これ、明日の9時に抽選があるんで、あの会社の実印じゃなくていいです、確認で構わないんで、押しといてくださいと。それで、まあ 当たっても当たんなくても、明日9時過ぎに社長宛に連絡しますんで、まあ当たったらですね、あのいいの入りますんでき、ぜひ期待していてくださいって言って、帰って、翌日の朝9時過ぎに、おめでとうございますって電話するわけですよ。そうするとね、喜んでくれちゃってね、えー、希少性ってやつですね。<laughs> 面白いですよね、人間っていうのはね普通に今と同じ料金で変わりますよっていうと「いやいいよ」とかって言ってた社長がですよ当たるかもしんないってねもう台数限られてますよ。<laughs> まあこういったね、えー、スペシャルというかよくわかんないんですけどね、あの個人的にはちょっと後ろめたい気持ちがあって、うん、2ヶ月ぐらいでやめましたね。ただ、売れました。むちゃくちゃ売れました。<laughs> えー、ということで、まあ、これ、ね、ちょっと嘘をつくのがどうなのとは思うんで、えー、使う、使わないは、えー、皆さんの、えー、モラル、<laughs> 心の問題になってくるんで。 <laughs> まあそうは言ってもキャンペーンとかねバーゲンとか一緒だろうと思うんですけどね在庫処分してるだけなんで <laughs> まあそれ考えりゃね、えー、そのあ嘘を完璧に騙して売ったとかじゃないんでね、えー、ちゃんとリースの残暑にもしてあの今と同じ料金で新しい機種入れてあげてっていうことなんで。 まあ許されるかなみたいなね。<laughs> ということで、この希少性をですね、うまく、えー、しかもその当たります的なやつと絡めてやると、むちゃくちゃ売れましたよという話でですね、<laughs> まあ、参考になるかなんないかちょっと分かんないですけど、えー、頭に置いといてもらえればいいのかなという話でした。 で私はですね、えー、こういった営業教育系の YouTube チャンネルの運営、あと営業セールスで、ね、悩まれている方のお悩み相談、あと営業会社さんでセールスイネーブルメント、売れる仕組みを導入したいというのこれね、ソフトだけ入れても売れる仕組みにならないですからね、あの会社の中に 売れる仕組みをきちっと導入して、まあ、そこを回していってから、システムを後でそれに合うものを入れていくというのが本当のやり方なんでね、そういったののお手伝い、あと営業マンと一緒に現場で同行しながら一緒に売るということもいまだにやってますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、何か悩みとかありましたら問い合わせいただければということと、あとですね、 えー、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。